最初の歌詞がその誤解出てますので、よく聞いてください。I can't stop the loneliness.
その頃は登山にはまってて、どうせ行くんだったら山の近くがいいなと思って登山の方を呼んでたんですよ。で求人が載ってて、で長野県の、野沢温泉が載ってて、でその誘い文句というかそれが載ってて、あ、いいなと思ってそこに行ったんです。で旅館なんですけども、旅館の仕事っていうのは朝早くて、で日中4時間あぐのね、昼休みがで夜やって終わり次第終わりっていう。で旅館のすぐ近くに寮があって、そこ坂道を下って 100m 行くとわらじっていう飲み屋があって、そこにもう入り浸ってたで、そこの店夫婦でやってる店なんですけども、その親父がちょっとユニークで歌が好きで、自分でレコードを出して、でスキー学校の先生をして、でうちは民宿やって、で仲良くなったので、忙しくなると、その頃は8トラックなんでね、だから手間がかかるので、若ちゃんちょっとなってくれ、ちょっとやってくれなって飲み代ただにして、その手伝いなくして、でその親父とその親父の同級生の女の人がある日突然2人と見なくなってで何ヶ月かしたら戻って、2人とも仕事、まあ、女の人の方はスナックやってたんですね。で親父もその飲み屋やってて、お互い仕事戻って、だからもうちっちゃい村なので、もう噂になって、その女性の方の店にはなんかだいぶ興味持ってる人がなんか見に行って結構流行ったみたいですけど
その頃に覚えてるのはこの曲なんですよ。で、本当にこの頃は楽しくて、登山はするしね、あの冬はあのスキーはできるし、スキーだとあの12時に終わってあのスキーして、で帰ってきて温泉入ってちょっと一寝入りして、ここの仕事に出る、そんな感じで、もうすごく楽しかった。仕事しろ仕事したんだよ。であの宴会なんかあるとあの腹減ってるんで、残り物つまんだりとか、あと寒ざましのね、結構残ってるんで、こうやって、ね、あれ美味しかった喋ってばかりとか怒られるから、いや、お前のここに仕事しろとか歌えとか言われたじゃあ、次の曲の日を二人見ていた。桟橋に止めた車に出かけて、泣いたらあかん、泣いたら切なくなるだけ。ホビタイ大阪ベイブルース、俺のこと好きかあんた聞くけど、ホビタイそんなことさえわからんようになったんか。大阪の海は近くの飲食店だと、よくダムの形作ってダムカレーとか、
やりますけども、それに噛みついた人がいて、なんか後で聞いたらなんかダムを作った関係者らしいですが、せっかく精魂込めて作ったダムを壊して食うなんてどういうことだろうと言ったらしいです。ね、なんか幼稚園か小学生の低学年みたいなこと言って、あんなやつがダム作っても大丈夫なのかみたいな、ね、気になっちゃいましたけど。近いからダブって見る、目をこう細を見てみないとダメなの。だから言うことは逃げてもな。十ダブって見てピック当てたところずれちゃうね。とても低座なのに余計ずれちゃう。まあ時計見ると何時かなと思うと
12時とか1時とか結構そういうのが多くて困ったなと思って何回来るの？うんとね、多くてまあ2回ぐらい日に言うことないで、あの近くのウェルシアに行って薬剤師さんに聞いて、あ、それにはこれがいいですって、漢方薬、ハチミジオガンってやつを一瓶ね、40日分くらいかな、それ3600円したのね。で、高いなと思ったけど、まあしょうがないから飲んでみたんですよ。もうあんまり変わりなくて、どうしたもんかなと思って、あの、ノコギリ足が、それが、1600円だったかな、一袋で、1ヶ月。ただちょっと良かったんですよ。で、それなくなったんで、それ買いに行ったらなくて、で、もう一つランク上の2500円くらいのかな。今それ飲んでるんですけども、それね、結構、調子良くて、もう、うちの親父飲むだけおしっこ出てくなってますそれは別な病気でしょ社長さんは何回ぐらい元気？俺はもう健康だよ。え、そうおしっこなんかしたことないやっぱり尿で悩んでる人、はい、あ、いない、本当に全然俺だけだ。寝る前にするともう朝まで大丈夫よ。最近ご飯、夜ご飯食べた時にちょっと飲み物を少なくして、うん、だいぶ良くなったんですけど、うん、でもやっぱりノコギリ足のおかげかな。これノコギリ飲んでる。え、ノコギリ、あ、よかったですね、笑かぶけたいや、結構効きますよ、ノコギリは美味しいかい？いやいや違って、ちょっと乾燥するとすげえこう敏感なのね。こう見えてもデリケートなんですよ。だからすぐ潤さないと喉が、前我慢してやったら喉ひっついたのね。これいけないと思って、ここはほらエアコンでしょ、だから乾くんで乾燥するんですよ。はい、じゃあこれ今度はね、一番難しい歌なので笑わないで歌う。あ、聞いてね。本当に。シーン。あんまりしない。シーン。
手にも仕事も投げ出し、一体
知ってる人いないと思いますけど。じゃあ。
Yeah.